この度は本当にあの貴重な機会をいただき、あのー、ありがとうございますで。私の本日お話しする内容としてはもちろんあの一般社団法人に勤めてるっていうところもあるんですけれども、あの個人の経験、体験っていうところが、あのー、趣を置いて話をする内容となりますので、その内容が皆様にとって何かのお近いになればと思い、えー、お話をさせていただきますので、どうぞ、えー、よろしくお願いします。それでは早速資料をあの共有させていただきます。 えちょっとあの気合を入れすぎて資料を作りすぎたら少し早口になってしまうんですけどもあの後ほど終えるようにあの資料はあの見たい方をお送りするような形でよろしくお願いします。はいえー、改めましてあのブローハンサトシと申します。あの私自身ちょっと簡単に自己紹介なんですけれども、えー、現在あの30歳を迎えたんですけれどもあの 4, 年まで4年前までは NTT に所属をしながら 通信販売で営業そしししてて芸能の活動をしておりましたあのジュノンボーイとかっていうのであの全国の中で、えー、1, 1万何人の中の、えー、ト,ットップ30から50になるようなあの大会であのそういった記録を残したりとかあとあの左とか右下にあるあの色とりどりな人がいると思うんですけど恋愛リアリティ番組に出させてもらって。 経験もあって、まあ、タレントのような活動をしておりましたあの。ちょっとこのような場にふさわしくないのかもしれないんですけれどもあの、すごくあの僕の恋愛をすごい語った回なので、YouTube でラブポーカーと調べていただければ、ちょっと黒歴史の部分もあるんですけど、あのぜひ見ていただければなと思います。はい、他にもあの海外にあのバックパッカーで行ってみたりとか、国内はヒッチハイクで日本一周してみたりとかということを、えー、20から26までしておりました。でそんな中で4年前にあのカナダの えっと、当事者たちが、あの、児童養護施設を経験した若者たちが、あの自分たちの経験を声にして、それを 大人たち、まあ、パートナーシップを、大人たちとパートナーシップを組むことによって政策提言を行う、そして自分たちの環境を変えていったとっいう,ような話を聞きました。で、日本でもちょうどそういった社会的擁護を経験した若者だったり、あの児童養護施設だと、本当にさまざまな当事者の子たちが発信活動をするというのを間近で見ていて、何か僕も力になれないかなというところで、僕自身も発信活動をスタートしました。はい であの私の今日お話しする部分は本当に一部なんですけれどもあの虐待の子だった僕っていうことで2021年10月8日に本を出版させていただきまして30年の。 えー、歴史を綴ったものになるんですけれどもあのテーマは少し重いんですけれどもこの虐待を受けた自分だったけれども関わる大人によって関わる環境によって大きくその子の人生を左右するきっかけ一つあれば誰もが変わる可能性を持っているっていうのを力強くあの書いた本になりますあの読みやすくてサクサク読めたっていう話もたくさんあの聞きましたので是非 a z o n だったり本屋さんに行った時にあの見ていただければなと思います。 はいえっと、それとは別にあの当事者の活動の一環として YouTube 番組っていうことで YouTube の媒体を使って発信しています。あのー、今日もあの事例でなくなった 虐待なくなった話などがあの上がってきましたけれども、やはりそういったことに関心を持っている方、たくさんいるんですけれども、自分って何すればいいんだろうっていう、そのえ見ている方々の背中を押せるような番組にしたい、なので大人の方々には認知活動、こういった児童あの里親ってなんだろう、児童養護施設ってなんだろうとか、社会的養護ってなんだろうっていうのを、当事者ならでは発信できることを、えー、やっています。この写真に写っている3名とも児童養護施設を出身あのしている若者たちです。 で他にもその児童養護施設にいた子たちや、あとはその施設に入れなかった子どもも含めて、そういった子たちに希望を持ってもらうような番組としてやっています。あのこちらの番組なんですけど、あの見るだけで支援ということで赤文字で書いています。いわゆる YouTube を見ると広告収入が発生するんですけれども、私たちの番組にあの若者を支援する団体さんがたくさん出てるんですよ。なので、皆さんが見ていただいて広告が発生すると、その、えっと、資金は で出演してくださった若者の支援する団体に送るっていうような形でやらせております。なので、皆さんが見ながら学びながら、それが若者たちの支援につながっているっていうようなコンセプトでやらせております。名前はーフラックス希望の嵐と検索していただければ出てきます。 で今日に関してあの、私が所属しているあのコンパスナビのことに関してちょっとだけ触れさせていただきたいんですけれども、あの埼玉県え児童養護施設アフターケア事業として、えー、埼玉県福祉部子ども安全課様より、えー、受託し、えー、運営をしているような形でやらせてもらっています。うん、あの日々皆様にお大変お世話になっております。<laughs> で私たちが行っている ことに関しては、あの今日はほとんどご紹介はしないんですけれども、あのざっくりあのまとめますと、施設を離れた、児童養護施設を離れた後の,あの就労の支援、そして住居に困った時の住居支援、で、あの先ほどご紹介があったんですけれども、あのクローバーハウスという居場所作りで、施設を離れた後も気軽に仲間たちと話せる場っていうのを、えー、作って、えー、動いております <laughs> で。ちょっとこちらは、今回に関しては、あのえー こちらのご紹介を一旦飛ばしますでこれからちょっとお話しする内容に関してはあの私が当事者で経験したことっていうことをあの簡単に共有させていただいてそこから起こせるアクションって何だろうっていうことを当事者目線として発信させていただきます。 で私の生のい立ちの部分なんですけれども、あの名前の通り外国のルーツを持っているってことが分かると思うんですけれども、あの母親フィリピン人で、えー、お父さんが日本人で、えー、そのミックスルーツとして私が生まれてきました。であの当時、フィリピン人の方が日本に来られる、あの来る目的の多くは、あの自分の家族にえ仕送りをするために日本で稼いで、それを家族に送るってことを目的としてやっている方が多かったために、 あのフィリピンパブ、いわゆるスナックのようなあのところでお母さんが、えー、働いていました。でそんなある日にあの僕のお父さんに当たる方と出会ったんですけれども、既婚者で、えー、家庭を持っていたということで、すでに家族をあの持っていたために私は認知されず、えー、無戸籍、無国籍として、えー、出征されました。であの 一番下に書いてあるんですけども、あの、もしかしたらなかなか聞かない話かなと思うんですけど、母子手帳を不正に取得って100万程度って書いたんですけれども、私はその名字がなかったために、あの、サトシっていう名前だけあったんですけど、その誰かの知らない母子手帳をあの使って病院に通っていたんですね。なので、当時の名前はあの違う名字があって、えー、何々サトシっていう名,、えー、の名字があって、えー、病院に通っていました。 で、私の本当に一番幼い時の記憶が、そのお母さんがフィリピンパブで働いているために、あの、働いてるんですけども、あの、お金はあんまりやっぱり稼げてなくて、ライフラインが全て止まっているっていうことがよく、えー、多々ありました。えー、なので電気も止まっているし、水も止まっているし、あの、っていうような状況だったんですけど、あの、ろうそくに火をつけて、えー、この炎がゆらゆら揺れているのを朝まで、えー、我慢して見ている。 で、お母さんが帰ってくるのを待っている。そんな生活を0歳から4歳まで送っていました。で、4歳からあの僕には新しいお父さんとの生活が始まったんですけれども、えー、その新しいお父さんは一番最初に僕に言った言葉っていうのが、俺の言葉をお父さんと呼ぶな、お兄さんと呼べっていうふうなとこからスタートしました。で、そのいわゆるお兄さん。 なぜそういうふうな言い方をしたのか今の年になって分かったんですけれども自分のことは子どもとしては認めず連れ子なので自分の子にはしないよっていうような意味でお父さんと呼ぶなっていうふうに言ったのかもしれないなと思っております。先ほど質問にも上がってきたんですけれども私自身は戸籍も国籍だったっていうとこもあったので保育園や幼稚園に行かずに家で過ごすような環境に育っていました。 その頃にはお母さん、ちょっとフィリピンパブで働いてるんですけども、岐阜との関係はそんなによくはなくて、ストレスでタバコを始めていたりとか、あのギャンブルであのパチンコをよく家に行っていたっていうのが、あの私の幼い時の記憶でございます。そしてそのお兄さんと住み始めた直後ですね、あの虐待の数々っていうことで、ちょっともう書ききれなかったのであの、昨日はここまでにしたんですけれども。 あのこのような種類の、えー、虐待を、えー、受けてきました、あのー。だいたいこれをやられる時間帯っていうのがお母さんが働いている夜の時間帯でございまして、えー、いわゆるフィリピンパブで働いている間僕にとってはすごく怖い時間が訪れます。そしてお母さんが帰ってくるとあのそのお母さんがいる間はやられないのであのお母さん僕にとってお母さんすごいこう安全安心できるきょ なんですか拠点っていうんですかね。当、んでお母さんいるときだけはすごく安心して過ごしていました <laughs>。で、僕がちょっとあのまあ当事者ながらんでまあよく聞く,あの聞く質問かなと思うんですけどなぜ自分が SOS を言えなかったのかっていう理由をえ伝えます。それは2つ、主にあって、届かない祈りと母親の愛情。私のお母さんはあのフィリピン人であの宗教上、キリスト教に。 キリスト教を信仰している方で僕が家に帰ると当たり前に神様の,あの偶像があったりとかあと食卓を見守るように神様が見守ってくださってるっていうのが、えー、当たり前だったので私はそのいただきますをする代わりにプレイをするお祈りをします。で寝る前にもあのこうやってやってまたお祈りをします。これが僕の中で習慣化していたのであの神様っていう存在は自分の中にんとなくいるんじゃないかなっていう風な まあいいいいるるんじゃななかとそうううのがが当たりり前にいるような感覚がありましたで、えー、さっきも話をしたんですけどもあのそういうのが、えー、当たり前だったためにあの毎日お祈りをするんです。で一番お祈りする時間っていうのが夜の時間帯ですねお母さんが働,い働きに行っ,てあの行ってる間。で、えー、そのお兄さんが、えー、家に帰ってきて鍵を持ってドアノブに刺したドアした。 鍵にしして回して回足あの足を玄関に一歩入れた瞬間にこの人が今日酔っ払ってるのか機嫌悪いのかあのすごく怒ってるのかっていうのが足音1個で分かるんですでその足音が自分が寝ている寝室そして2人が寝ている寝室2つあるんですけどその足音がどんどんドアから近づいてきて自分の寝ているところに、えー、ドアを開けられたらあ今日はやられる日だ。この 玄関から寝室までの間、一番お祈りをするんですよ。今日もやられませんように、今日は絶対やられませんようにってお祈りをします。で、自分のそのドアを開けて、えっとすごく本当に怖かったなと思うことは、よくここの寝てるときに枕をあの横にのけてジャンプをしたりとか、あの爪楊枝を頭に刺したりとか、顔中わさびやあのタバスコを塗ったりとか、首絞めたりとか、サッカーボールみたいにあの蹴ったりとか、包丁のあの こう投げつけようとしたり、あのまあ、本当にさまざまなことをされていたので、いつもいつもお祈りしていたんですけど、あの当時の自分としては、こ子どもの時の体験としては、そのお祈りは届かなかったっていう風な思いがありました。なので、その神様よりも強い存在っていうのが、あのこのお兄さんなんだななので、僕はもう絶対服従のイメージがあったので、この人からは逃げられないっていうような気持ちがありました。でもう一個あの母親はすごくあの愛情 を注いでくれていたので離れていても電話で例えば I love you I miss you I need you って言葉をいつもかけてくれていたので自分の中ではその言葉を聞くと愛されているなっていうような安心感があったりそしてさっきも言ったんですけど母親がいる間はなんだか守られていたって気持ちがあったのであのそういったところでこう母親の愛情はすごかったんですけどももし僕が仮にこのことを母親に伝えてしまったことによって二人が口論した末にお母さんに暴力のほ先が向いたらどうしよう そんなことを小さいながらに思っていたので、お母さん守らなきゃいけないというところで、私はお母さんには言わずにいました。これが私が SOS を言えなくなった理由ですで。それから7歳から11歳までの間に初めて学校に通うことができました。おそらくその母子手帳を使って学校に入ったんじゃないかなと推測はするんですけど、ちょっとあの事実はわからない状況です。 で、私はその家はすごく安心できる場所ではないと思っていたんですけども、学校に初めて行った時には、あの全校生徒25人の墨田区の小学校だったんですけれども、あの外国人が当たり、外国人のハーフが当たり前にあのそこの学校にいたので、僕は当時あまり言語を話せなかったんです。お母さんとフィリピン語で話していたために、タガログを話していたために。だけど学校で丁寧に教えてくれたおかげで、今ではこうして、普通に皆様の前でもお話しすることができるようになりました。 なののでその学校に行くと友達と遊んだりとかゲームをしたりとかあの普通に過ごすんですけど家に帰るとすごく気を使ってまたえ学校に行くとあの自分を全力で出せるっていう何かこう家と地か学校と地域の中でいうと学校と地域が一番僕の中では唯一あの安心できる時間帯でしたね。はい でそんな自分が誰にも SOS を出さなかったとこなんですけれども、あの小学5年生の頃に、えー、学校の先生に、えー、保護されたんですけれども、えー、そのきっかけとなったのが、ライターで炙られ、そのお兄さんからライターで炙られてたことがきっかけとなりました。あのよくあの服の内側とかにやられるんですけど、あの実は結構耳にもやられる。あの 虐待っって耳にやったりする傾向もあって私はよく耳を燃やされてたんですね、そのライターで。それとは別に、あの、お尻もよく、あの、全部を燃やされてたんですけど、あの当て、ライターで当てられてたんですけど、そのあまりにも熱すぎて、あの、痛み、あまりにも痛いから、一回気を失うんですよ、自分の感覚。そして、その意識がちょっと飛んで、あの、やられてる間は、 自分を外から見ているような気持ちになります。で、その虐待声が終わると、あの体に戻ってきます。で、そんなんで毎日をこう乗り、をなんとか乗り過ごしてきたんですけど、そのやけどの部分があ,のあまりにも暑すぎて、えー、学校で出席確認をしたときに、うまくしょまっすぐ座れなかったんですよ。なので、その左のお尻の部分とあのふ洋服が擦れるところをなんとかあの擦れないように、右に体重をかけていたら、これで、 学校の先生が何か変だと思って、えー、気づいてくれてそして僕をそのまま教室の外に連れて行き、えー、いろいろ質問をしました。でも僕からすると何か言ったらばれてしまうので絶対言わないようにしたんですけども。あの隣の 担任の先生も来て、あの養護担当の,の保健室の先生も来て、副校長先生も来て、校長先生も来たときにあ、これはいよいよ言わなきゃいけないなっていう、こうまあ、当時140しかなかった自分は、大の大人5人をこう目の前にしたときに、なんかすごい圧があって、これを言わなきゃいけないなと思いがあって、初めて言いました。で、その後に何かを言ったときに、あのお尻をペロってめくられて、やけどの跡を確認されたんですけど、あやっと助かった。 で、一切思ってなくて、その時の自分としては、ついに見つかっちゃった、ついにばれてしまった、もう血の毛が全身からさらって下がったのは今でもあの忘れないです。はい、なので、この後自分はまた、あの今日よりひどくやられるんだろうなってことを覚悟していたんですけども、あのそのそのは実は、えー、家に帰ることなく、えー、児童養護施設に、えー、行ったっていうのが、私の保護されるまでの経緯でございます。はいであの 本当にあの先ほどデータにも出てたんですけれども、ざっくりあの今、虐待件数が相談件数20万件超えて、一流保護件数も3万件、そしてそのうち施設に入れるのってあの大体5000人ほど、で全国で4万6000人の,あの若者たちが今、子どもたちが親から離れて社会的養護の中で育っています。で毎年大体2000人の子たちが、えー、ここの施設,から施設や里親から離れていきます。 でまたあの、虐待の数でいうとあの、1年間に処方する子どもを5000人とすると、350人は虐待死の可能性があって、うち150人は虐待死の可能性が極めて高い、なので1週間に1人以上虐待によって命を落としている、そういった現状があります。私は本当にラッキーだなと思っています。あの さっきの事例で出ていたあのニュースの向こう側だったかもしれないっていうふうにえいつもこういった事件を見るとたびたび胸が痛むしあの自,分自分ごととしてやっぱすごく捉えるような、えー、形になるのはやっぱり自分がこういった経験者だからだと思っています。であの私は SOS を発信しなかったんですけどあのさっきの YouTube メンバーの一人が、えー、アンケートを、えー、取りました。それは全国の 全国で虐待経験のある若者たちからえ取ったアンケートになります。ちょっとここからかあのカラーのものが多くなるちょっと目もしかしたらチカチカするかもしれないですけど、あのちょっとうまく見ていただければなと思います。はい、であの虐待を受けた児童の、の生,生徒の SO 発信に関するアンケート調査なんですけれども。あのー 去年、おととしの6月6日から7月7日のこの期間の間に、1005人の若者たちがアンケートを答えてくれました。で、あのちょっと今日全部紹介できないので、あの要約なんですけれども、アンケート調査から分かったことは、4人に1人が先生に相談できた。で、その相談した時期は、中学校在籍時が最も多い。 で相談した相手がえ担任の先生が最も多い。なので、あの他には警察だったりとか、あと、えー、友人、えー、その他っていうところであの残りの50%はあるんですけどもあの、多くは学校の先生に相談したということが分かっております。で、ちょっとようやくでいろいろ書いてしまったんですけども、あの下の黒文字のところ、あの太文字のところを見ていただければなんですけれども、 さっきの50%の中にあの先生に相談してよかったなって思うことはあの、しっかり話を聞いてくれた、そういったようなあの感想が多かったです。そして話を聞いたことで、虐待を受けた方があの1人ではないことを実感できたということをあの本人たちが言っておりました。で、一方で、あのこれは本当にちょっと僕の中でもさっきの血の毛が下がったって話につながるんですけれども、相談したことを えー、断りなく親に伝えたり、親の味方をされ、責め,責められる、もうこうした対応はあの本当に非常に危ないと私はあの当事者ながら感じています。で、その中で私があの学校でできることってなんだろう、これだけ半分の子たちが虐待を受けているときに、まあ、あの家庭やあの地域に出て、えー あ家庭から、えー、学校地域っていうところであの育っていく中でなんか学校でできることはないかなと思って4つまとめてみました。 ええと、まず一つ目、えー、虐待の手引きを現場の、えー、現場まで現場の先生まで届けてほしいって気持ちがあります。これ、あの文科文部科学省からあのちゃんと出ている虐待対応の手引きっていうものがあります。で、こちらなんでこれを出したかって言うと、あの私自身、その小学校で講演。する 小学校の先生に向けて講演する機会があって今のような話をすると、まあ、やっぱりその、えっと、早期発見の重要さだったりとかあとその自分がそのつながれた命で先生たちはすごく大事な役割があるんですということをやっぱり伝えると皆,皆さんこう普段からアンテナが。 あの日常生活でアンテナが上がったりするんですけれどもフィードバックされたアンケートの中にあのどう対応していいかが分からないとかあのこういった対応の手引きがあることを知らなかったっていう方があの出てくるんですね。で私はあの川口の小学校をあの何校か回らせてもらっただけなんですけれどもあのそんな中でもそういった手引きがあることを知らないっていうこと自体がもしかしたらすごく非常にまずいんじゃないかなとあの個人的に思っております。なのであの各校長先生たちは 必ず現場まで、現場の先生がこういった手引き、対応、虐待を発見時、どうやって対応したらいいのかっていうのを組織レベルでちゃんと見てほしいなと思い、丸一を掲げました。で、2つ目、あの虐待防止研修っていうので、あの学校で各,あの各学校でそういった研修を行われていると思うんですけれども、実際にここにあの当事者の声を入れてみたらいかがでしょうかということです。あのまあ、ちょっとあの 当事者の声っていっても、渦中にいる子とか、すごく話したことで苦しくなってしまう子は、やっぱりあの今ではないかなと思うんですけれども、私のようにその次の世代にやっぱこれを起こしちゃいけないと思って立ち上がって動いている若者、たくさん今出てきています。そんな若者たちを当事者の声として、ぜひ先生たちに向けて話してみてほしいなと思っています。あの私の後輩も、 学校に入って話をしたんですけども、やっぱり普通の大学を受けてより、受けているよりも、すごく身近に話を感じていたりとか、子供から出てくる言葉ってすごくヒントがあったりするんですね。そんな声をぜひあの届,けて届けたいなと思って、あの当初の声を反映してほしいなと思いました。私は2年前から小学校もあったんですけれども、そこから15校、 程度でなんですけれどもあの早期発見が3件ぜかっ,、ね、ははってい,かというと私はさっきの,あの何十万件の相談検査があって社会的保護にたまたま入りましたけどあの1件が今今度3件の命をつないでいると思うとこういったバトンされるあの仕組みあのバトンされることはすごいことだなと思ったので、まあ、ぜひ当時の声を反映させていただけたらなと思います。 あとは、その子供、私はちょっと言語を話すのがすごく難しかった場面があったりとか、あとその文字は読めるんだけど、文字が浮かび上がってきたりっていうのは、ね、なかなかこの文章能力をこう言語化するっていうのがすごく当時難しくて、なかなかできなかったんですけども、代わりにこんなことはどうだろうと思いました。あの、子供たちが自分たちでつけられるもので、えー、例えば今日の気持ち、 心模様って何色なんだろうとか、あの例えば下に書いてあるような今日はにっこりマークなのかな、今日は怒ってる気持ちなのかなっていう、これってあの言語ではなくて、今一番近い気持ちを表そうと思って絵で書いてあの表,表現できたりしますで。これをすることによって、1年生から、えー、中学3年生、またまあ1年生から小学6年生まででもいいんですけど、子どもたちが、あの 嘘つけない時期ってやっぱりあってあの1年生から3年生は特にあのそのまま素直に表現するのでそういったこの変化っていうのを日常の中からヒントを得られるんじゃないかなと思ったので毎日つけられる記録としてこういったものを取り,取り入,れ入れていただけたらなと思っております。はい、であとはあの 子供からの発信できることということで、最近学校で支給されるタブレットがあると思うんですけれども、あのタブレットからつながる SOS があってもいいんじゃないかなと思っております。で、今、えー、画面の左下、右下、右上にあの、本当に一例なんですけれども、あなたの居場所チャットって言って24時間チャットできる、えー、サービスがあったり、文部科学省,科学省であの24時間子供 SOS ダイヤルがあったり、えー、MIX っていう10代総合窓口サイト。 っっていうのがあったりしますこれってあのいろんな支援団体さんがああのやっていたりあの行政のものとしてやってるんですけどもこういった資源を活用できないかなと思っています。であのアンケートの中に中学生ぐらいから虐待の,あの先生に相談できるって話があったと思うんですけども小学5年生から大体中学3年生ぐらいまでの間に親ってちょっと変だなって思ったりする可能性が増えてきます。 でその時にこういったタブレットを活用することであの、誰にも相談することなく、このタブレット内でちょっとこう見て、あもしかしたら自分はいけるかもしれないっていうふうな考えになるんじゃないかなと思って提案させていただきました。でちょっとあの駆け足になるんですけれども、海外の事例あの紹介させていただきます。あのスウェーデンで、えー 日本にに今のの近い状態から虐待が減った成功例一つになります体罰,罰自体をもう変え、えっと、法律を変えてそれを良くないよねっていう風になっていったと思うんですけれどもそれだけじゃなく大規模なキャンペーンを実施したでこれはキャンペーンの多くはあのちゃんと行政が主導でやっている。 政府が主導ででやっているっていうところがすす。ごくポイントですで実際にどんな取り組みをしたかというとえ全世帯にえ冊子を配布要はあの子育てをするえ世帯に、えー、配布をすることし,しましたあの子どもをたたいて育てられますかという16ページの冊子なんですけれどもこれが1つ。 であとは、その親子間で法律について知ることができるようになるためとか、虐待につい虐待とか体罰について話し合いができるようにするため、牛乳パックに改正法について情報を載せたんですよ。身近なものにそういったメッセージを掲載する。これとは別にコマーシャル、あの、子供の命はすごく大事だよねっていうようなコマーシャルもたくさん流していました。そして、あの、家庭内暴力や権利について、絵本や学校の授業で導入する。そして、 あの出産前後の親のアプローチするっていうことで、あの子供も一、えー、人の人が親になる前から、えー、親へのアプローチをする、こんな取り組みを、えー、やりましたで。40年前にそれを始めて、えー、2018, 年あの2018年、4年前ですね、あの体罰をし,しなくなったんですね、すごい極端な例なぐらい、本当に下がっているんですけれども。あの 親自身が体罰はしつけだっていうようなことを言っていたりとかあの本当はしたくないんだけどっていう方も含めて最初は、えー、虐待してはいないっていうようなことも言っていたんですけどもだ,いだんだんその体罰自体は良くないっていうふうに認識そのキャンペーンとかのおかげで体罰を容認してし,しなくなってきた。でここ何がすごいかっていうとあの今体罰を受けてない子どもたちが子育てをする。 ということで、今後どうなっていくのかがすごく楽しみなんですね。なので、こういった海外でこういった事例があるので、日本でも絶対できるんじゃないかなとあの当事者ながら思っているので、まあ、そういった海外の事例を参考にするというのは非常に大事かなと思っております。今のはあの実は私たちスリーックスあの YouTube であの発信しているので、ぜひここはまた YouTube を使って見ていただければなと思います。で、あの虐待されている子どもは本当に逃げる選択肢を知らなくて、親にしがみつくしかできない。 で親たちも虐待ということに気づいていない場合もあるので子どもたちを救い出し親も支えなければ、えー、虐待されている子どもたちも親たちも救われないでそういった中であの専門家が間に入ることで子どもや親を救うそのきっかけになる。 で私、ちょっと一つあの提案しようかなと思ってたんですけど、すでに令和4年度の部分であの出ていた部分だったんですけど、多機関をつなぐハブとなる機関ってすごく重要だなって思っております。現状、やっぱりその情報がこうあっち行ったり、こっち行ったりするのを、あのちゃんと,、えー、と間に入る、中間ハブと、ハブを担う機関が、えー、あったらいいんじゃないか。 で、ちょっと私があの知識不足の部分もあって、そんなに多くしゃべられなかったんですけど、さっきの陽太教の話が出てきました。陽太教がここの、えー、ハブになっていくって、すごく非常に大事だなって思う中で、実際に NPO 法人、ツ、えー、ナックさんがやって、えー、いるところが、まさにそういった必要な研究とか、研修とか、あの実際の事例とかを用いて、陽、あ、太、のー、教と、あのー 提携しててやっているんですねなので、神奈川県の,あのそういったモデルも視察しに行くっていうのも一つの手ではないかなっていうことで、つなぐさんからそういった話をいただきました。はい。で、ちょっとごめんなさい、時間がかなりもう <laughs> 迫ってきてしまったんですけど、あと最後に、えー、親の、えっと、私が考える、えー、虐待をなくすには、 の話なんですけど、虐待する親を責めるだけじゃもう解決しなくて、僕たちはその川上であ、川下で流れて泣いてくる子どもたちをどう,どうしようか、どう助けようかっていつも話し合ってるんですけど、やっぱり川上で泣いてる大人や親には目を向けないといけないよね、親子を丸ごと支援の方向に向かっていかないといけないよねっていうふうな考え方を私は持っています。でその中で、あの実は あの虐待をしてしまった親を支援するっていうマイツリーっていう支援団体があります。虐待者保護者の回復支援プログラム、こういったものが民間の団体であります。で、またあの埼玉県の取り組みの中で SNS を活用した相談窓口だったり、民間で行われている相談窓口、こういったものが親に全然届いていないんじゃないかなって私は思っているので、学校や病院とかその親が関わるとか でこういったものが目に増える機会をたくさん作ってあげることによって、ふと思い出して、こういったところにつながってくれないかなと思っております。はい。えー、っと、そうですね、あのここは最後、数なんですけれども、えーっと、そういった家庭がうまくいかない、全部ではないんですけど、えー、家庭がうまく、えー、いかない、地域でうまくいかない、えー、東洋キッズなどが今、話にあのニュースで話題に上がってきたりしますけど、あのこういった数が、えー、あるんです、不登校の数が20万件。 子どもの自殺数が473人で、生活保護受給者の中で働けるけど、あの障害とか抱えていないけど、18歳から40歳の中で12万人が今受給している、で少年院等で515億円の税金がかかっている、こういった分かれ道はやっぱり最初に出てあの生まれくる家庭、地域からスタートしてるんじゃないかなと思っております。 なので、えー、本当に、あのー、ちょっと全部読むと時間ないんですけども、えー、キーパーソンになり得る隣人が多く存在することっていうのは、すごく、えー、大事だなと思っていますし、特に子ども特有の世界ではあの、学校や地域で関わる大人、えー、橋渡しできる、えー、存在がすごく重要なんじゃないかなと思っております。はい。なので、子どもの命をつなぎ守るのは、この社会に課せられた大きな使命だと思い、当事者ながら、今でも発信活動を行っております。はい。 えー、ちょっと長くなってしまったんですけど、これにて終わりにします。ご清聴ありがとうございました。